こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア始めていきましょう。今回もですね、このイベントクエスト、エトワリア冒険譚前編、続きをやっていきたいと思います。その前にですね、曜日クエストをやって炎の進化ですね、上級行きましょう。シマリンですね。クエストキーを消費してスタートです。何でもするって言ったよね。そこだ。さあ、これで。お待たせしました。真ん中が。守ってみせる。いい加減にしなさい。何よ、これくらい。調子に乗るな。さあ、これで次のエリアに行きますが、ここでいつまでもおとなしく攻撃されてると思うな。いらっしゃいませ。再びカレンちゃんをヘッチ。そこだ。お待たせしました。なかなか強力ですね。太鼓効果もレベル5まで行きました。カレンちゃんフェチ。そこだ。抜群のダメージですね。さあ、調子に乗るな。これで。全力でやらなきゃ。一体倒しました。さあっと、ゆめくいメリー。さあ、集団攻撃。倒しました。散々手こずらせてくれたじゃない。まあ、シマリン使うまでもなかったですね。そこでですね、強化の前に限界突破を行いましょう。全属性が対象です。強化させましょう。
さあ、これでですね、強化したので、次にですね、召喚を行います。本当は召喚の方が先かなと思いましたが、一応10回召喚ですね。おっと、チケットがありますね。このチケットは使っていきたい。まあ、ステップ5になりますか。ステップでいきましょう。開きますよ。なんかすごそう。残念ながら。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。さあ、次がメインの。お手伝い頑張ります。10回召喚です。開きますよ。さあ、なかなかですね。星5はおろか星4も出ないんですが、来た、星4来るぞ。いや、おお、星4だ。たまて、スロースタートですね。おっと、アズニャンが星4だ。以上ですかね。あ、まだある。あー、残念。一ノ瀬かな。軽音部の中野あずさです。魔法を使うのはギターを弾くのと同じぐらい楽しいですね。先輩たちに早く追いつけるように私も頑張りますよ。星4の中野あずさですね。星5は得たんですが。アルケミストの高山遥です。科学って面白いね。不思議な力でゆうちゃんをびっくりさせちゃおう。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。さあ、ここでプララ名誉帳辰巳かコンかながアップしました。一応プレゼントがないということでクエスト行きましょう。これシーズン1は、なるほど。ラビットハウスでバイトしてるんだ。まあ、その前にシーズン2行きますか。コーヒー以外にも新コーチと見張り役。お、このメンツで行けますね。ちょうど レベル31の人がいます。トール行きましょう。行ってきます。やるしかないよね。何するんだ。ダメージが大きい。
に乗るな。何するんだ。それ、調子に乗るな。ササメ行きます。全力でやらなきゃ。チャンスです。これが私の全力だ。さあ、まずはミオが回復させます。さらにメリーが、メリーもレベル4が上がりましたね。一気に、これは強いですね。メリースのおそらくメンツ、お、シュガーが、お、どうするんでしょう。まあ、あら、でもでもその通り。コーチ、ミシン、ああ、こっちかな。では、いえ、キララさん、もうこんだ。おっと、プンプンですね。まったく、激おこプンプン丸。うん、コーヒー以外にも安心する匂いが増えてきたんです。なかなか癒される流れですね。さあ、風属性ですね。鬼ごっこ。おー、聞いてない話。じゃあ、あらー、早い。ん？リゼが。悪い。そうですね。あ、いえ、そうなの？こうしませんか。では。あら。近い。出したもんですね。では、うん、どうしたんですか？いえ、お姉ちゃん、確かに妹と言われることが多いですからね。お、ココアも素敵です。なでなで、出れましたね、チノちゃんが。そうですよね。疲れた。あれ？どうかな？これでバトルかな？よーし、やっちゃう
さあ訓練を実行します。なかなかこれならダメージ大きい。もう怒ったからね。ラペコ、ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。腕の見せ所ね。シュガーの力見せてあげる。結構なダメージを与えています。真面目になりなさい。何するのよ。もっと楽しくしてあげる。準備 OK。 さあスコップさん登場です。レベル7はすごいな。これであっさり倒しました。とアヤの仲良し度がアップ。仲良しですね。というわけで制裁石10。私はチノです。喫茶店ラビットハウスのマスターの孫です。ねえねえ、さあストーリーモード。ーしょうがないな。あのさ、ゴーレム？へえ、その通り。可愛いですね、ゴシュガー。違います。ベータ、コーンだ。アババ。アババって言ってますね。お？なんか相性が。違います。違うよ。まったく。さあこれでシーズン2のシナリオクエストはすべてクリアです。収集クエスト、騒音特訓、セルス幸運っていうのがあるみたいですね。私はチノです。喫茶店ラビットハウスのマスターの孫です。これも初級をまずやってみますか。月属性、おっと、これで新規加入したといっても、竹本ひふみを選択です。よし、やりますか。受けて立ちます。よけ損ねちゃった。こっち来るな。へい、はい。まあさすがに初級なんで何でもないですよね。何でしょうね、この謎のキャラクターは。です。さあここで使いましょう。一発本気でやっちゃうからね。うわ、囲まれてる。強い。これで、アズリアンの
星をアズニャンがレベル4まで行きました。私はチノです。喫茶店ラビットハウスのマスターの孫です。あ、フレンドになっていただいたようでありがたいです。あ、これは承認ですね、当然のごとく。そう、専用武器作りたいんですけどね。ちょっと困っててさ、たくさん級すごくいいね。こうお金を求められます。お砂糖たっぷりアイスココア、楽しまなきゃね。これからもよろしく。言葉の最後にさをつけろ。さあ、これね、星さん、星さんじゃない、シーズン3訓練終了いきまして、最終テストって書いてますね。ウェイトレス。お、イエスサー。本当？いいか、行ってこい。はい。というわけで向かいます。まったく。ああ。そうなんだ。迷いそうなフラグ。行ってみましょう。いいよ。まるで歴戦の戦士のようなオーラだな。あ、うん、あ、どうしたんだろう。おーっと、怖い怖い怖い。もしかしたら。でもでも、そうですね。ゴーレムどうした？なんか見てます。防御してる。あ、ねえねえ、でもでもでも、おっと、じゃこれ訓練だってこと忘れちゃいけないですよね。誰だろう。まるで歴戦の戦士のようなオーラだな。あ、え、シュガーですか。なんだって。そうだよ。どうかな。まずい。さあ、ゴーレムかな。あ、そっか。ではそれなら、しろ、志村、後ろ後ろ。もう2回目じゃ。訓練終了。結果を報告する。さあ、これでですね、
引き続き月属性ですね。アルシーブっていうのがいます。これで行ってみましょう。よし、倒れました、はい、どんどん増殖していきます。おっと、バシ、でも いいですね。今度は誰だ？ディゼか。しょうがないな。大丈夫ですか？えへへ。本当？あ、はい。はい。うんうん。まったく。すごいね。キラキラ。わかります。 おい、もう、ああ、おーっと、これラスボスか。やられる前にやっちゃえ。思いっきりいくよ。やったな。効果強い。ボルフバッター、あーっと、覚悟はできてますか？水着じゃ全然防げない。水着じゃ全然防げない。やばい、早く仕掛けた方がいいですね。私とよさこいしませんか？まず1体倒しました。やりましたね。あーっと、回復できる人が全然おらん。これはやれる気がする。今日の部活テーマよっと。マジか。アホガード、えいや。もうちょっとですね。倒しました。やっぱり気分いいね。パタッと倒れました。その、そうか。お、揺れてます。なんだって？はい。はい。出てきました。だね。でも、なんで？でも、訓練終了。結果を報告する。さあ、バトルがない週ということで。いなくなりました。あのさ、そうですね、うん、素敵です。まったく。そうですね。そうか、
もうどうすんだろう。あらーかな。スタンプカード貯めましたか。うん、そうだな。ピカピカしてる。本当？それなら。なんだって？さ、リゼが。ああ、悪くない。素敵ですね。どうだ？本当ですか？いえ。ああ。ラビットハウスへ。どうしたんでしょう。大変の意味が違う。スタンプカード行きましたね。おっと、シーズン3のシナリオクエストは全てクリアです。まるで歴戦の戦士のような。よかったら少しお力を貸していただきたい。おお、グッジョブ。なかなかやりますな。さーて、今日これより戦闘訓練こと。私はチノです。喫茶店ラビットハウスのマスターの孫です。言葉の最後にサーをつけろ。特訓その後っていうのがありますね。こいつできる。だった。どうにか見つかったな。よかったよかった。でもぬいぐるみ？来た、ゴーレム。まずい。おっと、愛媛みかん。いや、バレるでしょ。巻くことに成功なわけないよな。そうだな。それ謎ですよね。確かに言われてみれば。イベント限定コールチケットをいただきました。ちょっとリゼ招待出発するぞ。早速使ってみれるんかな。今夜はお月様が綺麗ですね。直接は関係ないみたいですね。戦闘訓練に入るぞ。まるで歴戦の戦士のようなオーラ。おっと、このまま行きましょう。お、冒険か、楽しそうじゃん。さっさと始めちゃおうか。やりましたね。じゃあ、
やったな。僧侶には僧侶の戦い方があるんだから。え、無慈悲だれ。まず一面クリアで早速使うんですよね。ここはなんだっけ。わっ、囲まれてる。さあ、厳しい方がお好みかな。覚悟はできてますか。チャンスです。うわ、今ぬめってした。わっ、囲まれてる。来ましたね。ここはかな。お、いただきました。結果を報告する。トレーナーショップ一度行ってみましょう。今のおすすめ。スタンプカードもあるわけですね。お召喚チケットだ。これは、ああ、なるほど。これで200獲得できるんだ。さらに、配信のおすすめもありますね。武器もありますね。交渉成立。はい、というわけで、ここまでかなとなります。非常にですね、充実したチョコレートパニックが